皆さんこんばんは。こんばんは。酔っ払ってますか？はい。はい、結構です。はい。ボーズバーでは1日に2回お経の時間というのがあります。時にはお坊さんが唱えるお経を皆さんに聞いていただくというのがあります。私は割と巻き込むのが好きなんで、プリントを配って皆さんと一緒にお唱えするっていうのが好きです。さっきの回もご一緒してくださった方もありますけれど、今回特別に違うお経にします、はい、同じお経はやりません、はい、何をやるかって言いますとね、仏唯経行っていうお経です。これはお釈迦さん、お釈迦さんという人は今から2500年から600年ぐらい前に出題した人です。その人が亡くなる直前に最後に説いた教えなんですね。だから遺言の唯で残したまえる、仏の残したまえる教えのお経と。これオリジナルはもちろんサンスクリットとかパーリ、古代インドの言語で書かれています。これを古代中国の人が漢文に訳して、さらに今日やるのは、日本語に翻訳された割と新しい翻訳のものです。これフルテキストでやると1時間ぐらいかかります。だからダイジェスト、私の好きなところでやります。 Well, we are going to give you serviceSorry, but tonight's text is only in Japanese. ごめんね。大丈夫です。ありがとうございます。Translate from Sanskrit. さあ、可能な方はご一緒にやってみましょう。はい、If you're able to, please follow with me. Thank you. はい。私、タイトルコールをやります。1行目と2行目。仏の時たまえる唯経行、養心三蔵発し、マラジュ、条約。これが1行、2行。で、ってなります。鳴らします。そしたら何だちびくっていうところから皆さん一緒にやってみましょう。はい、じゃあ酔いに任せて大きい声、はい、道家の時たまえる唯経行、養心三蔵発し、マラジュ条約。あんだちびく、もろもろの恩敷を受けては、まさに薬を服するがごとく末し、良きにおいても、悪しきにおいても、増減を生ずることなかれ。わずかに身をささぶることを得て、持って気活を除け、地の花を取るに、ただその味わいのみを取って、色香を染めざるがごとし、陸もまたしかなり、人の供養を受けては、わずかに自ら脳を除け、多く求めてその全身を得することを売ることなかれ。例えば知者の御力のたるところの多少を注量して運に過ごして、持ってその力をふさしめざるがごとし。はい、ありがとうございました。